Hey guys, what is up? It's your boy Novenity back again with another reaction. Today, guys, we're looking at Jujutsu Kaisen episodes 2 and maybe 3. I don't know, but if it's 2, then it's 2. Enjoy my episode 1. If you did not see it, it's on the channel. I appreciate some support. If you're new to the channel, possibly hit the like, subscribe if you're brand new, bell button, obviously. If not, leave your boy a like. I appreciate any support I get. If you guys want to see the full length or watch along, they're over on Patreon. Link is down below. Other than that, let's just get started, shall we? いや、なんともねえって。それより俺も伏黒もボロボロじゃん。早く病院行こうぜ。今喋ってんのか、呪物か、イタドリかもこっちはわかんねえんだよ。くそ、どうしたらいい?だったんだけどさ。 いやボロボロだね。2年のみんなに見せやーった。さすがに特級呪物が行方不明となると上がうるさくてね。観光がてら長谷さんじたってわけで、見つかった？本当だ、混じってるよ。ウケる。体に異常は？別に。スクナと変われるかい？スクナ、 君が食った呪いだよ。ああ、うん、多分できるけど。じゃあ10秒だ。10秒経ったら戻っておいで。でも<笑>大丈夫、僕最強だから。後ろ、菊服は他のお土産とは。<笑>そんでね、中の生クリームが絶品なのよ。 生徒の前なんでね、かっこつけさせてもらうよ。恐ろしく早い。違うな。まったく、いつの時代でも厄介なものだな、呪術師は。 7、8、9、 そろそろかな。くそ、まただ。乗っ取れない、この虎杖とかいう構造。一体何者だ。お、大丈夫だった？驚いた。本当に制御できてるよ。でもちょっとうるせえんだよな、あいつの声がする。 それで済んでるのが奇跡だよ。Damn, bro, he just knocked him out. That's cool. 何したんですか？気絶させたの。これで目覚めた時。 The whole fight scene was cool, by the way. Specifically, the thing. Oh, that's cool. I was shocked during the whole fight scene. Very top-notch animation for sure. 全部で20本。 うちではそのうちの6本を保有してる。20本？ああ、手足で。いや、スクナは腕が4本あるんだ。見ての通り、これは壊せない。それだけ強力な呪いなんだ。日に日に呪いは強まってるし、現存の呪術師じゃ封印が追いついてない。どうせ殺すなら、 すべてのスクナを取り込ませてから殺せばいい。上は了承したよ。君には今2つの選択肢がある。今すぐ死ぬか、すべてのスクナを見つけ出し取り込んでから死ぬか。Damn. So they literally want to go hunting for the fingers and make him eat all the fingers. How fun! <笑>信じられないと思うけど、変な化け物が襲ってきて、私も捕まって。信じるよ。あいつらは化け物じゃなくて呪いなんだ。あの指は特級呪物って言って呪いを寄せたり強くする効果があったんだよ。だから悪いのは先輩じゃなくて、あれを拾ってきた俺だよ。
どうするか決まった？こういうさ、呪いの被害って結構あんの？今回はかなり特殊なケースだけど、被害の規模だけで言ったらザラにあるかな。呪いに遭遇して普通に死ねたら御の字。ぐちゃぐちゃにされても死体が見つかればまだマシってもんだ。うん。スクナの捜索をするとなれば凄惨な現場を見ることもあるだろうし、君がそうならないとは言ってあげられない。ま、好きな地獄を選んでよ。Was that his grandfather? あの指、clearly at the peg mark. Gonna eat it? 改めて見ると、気色悪いな。Stay in the back a little bit. さて、2本目。10分の1か。どうなる？確定だね。肉体の体勢だけじゃない。少ない相手に難なく自我を保てる。千年生まれてこなかった逸材。どったの？いや、なんでもない。お経。シグロ。I'm thinking of a cyclops。それ見てそう思うか。お前はこれから俺と同じ呪術師の学校に転入する。Watch him like release his eyes and beams come out 。東京都立呪術高等専門学校。ユージはこれから学長と面談ね。学長。プリンシパル。と入学拒否られるから気張ってね。そしたら俺即死刑。なんだ、貴様が頭ではないのか。力以外の序列はつまらんな。悪い先生、たまに出てくんだ。愉快な体になったね。貴様には借りがあるからな。小僧の体物にしたら真っ先に殺してやる。スクナに狙われるなんて光栄だね。呪術全盛の時代、術師が総力を挙げて彼に挑み敗れた。スクナの名を冠し、死後呪物として時代を渡る城をさえ僕らは消し去ることができなかった。まごうことなき呪いの王だ。先生とどっちが強い？そうだね。力のすべてを取り戻したスクナならちょっと心配かな。 So people can correct me, but what I'm getting from this is like they want him to eat all the fingers. After he eats them all, they want to exorcise him slash kill him, so it ends curses. 遺言なんでね。細かいことはどうでもいいっす。俺はとにかく人を助けたい。遺言？つまり他人の指図で君は呪いに立ち向かうと。不合格だ。人形じゃなかったのか。呪骸、人形だ。私の呪いがこもっているわね。そもそも他人じゃなくて家族の遺言だっての。Yeah, I would be like, okay, I'm just gonna walk out. Damn. 家族も他人のうちだろ。それを他人に言われたから笑わせるな。 He said his curse, so everyone has their own personal curse? 叫んだ、俺は。君は自分が呪いに殺された時もそうやって祖父のせいにするのか。あんた、嫌なこと言うな。気づきを与えるのが教育だ。俺は別に。Don't
Don't knock the man out too much. 死に際の心の利用を想像するのは難しい。だがこれだけは断言できる。今のままだと大好きな祖父を呪うことになるかもしれんぞ。呪術師に悔いのない死などない。今一度問う。君はなぜ呪術高専に来た？運動も喧嘩も昔から人並み以上にできた。でもそれを一度だって俺にしかできないって思ったことはない。スクナオ君、それは俺にしかできないんだって。死刑から逃げられたとして、この使命から逃げたらさ、飯食って風呂入って漫画読んで、人の気持ちが途切れた時ああ今スクナのせいで人が死んでるかもなって、俺には関係ねえ、俺のせいじゃねえって自分に言い聞かせるのか。うん、そんなのごめんだね。自分が死ぬ時のことは分からんけど、生き様で後悔はしたくない。あ、すまん、術式解くのを忘れてた。おー、広い広い。2、3年は今出払ってるけど。 That's a great ass room, bro. You don't get a share? You get your own room? 少ないし。でも別にユージが戦う必要なくない？スクナの指は僕や不審が取ってくるから。 Priority number one. 君はここで待ってればいいじゃん。 Set up the posters. やるったらやる。 I'm done. ぐーたらしてる俺に。おつボロボロの伏黒が指届ける絵面は受けるけどな。確かに。ようやくあのクソ田舎ともおさらばね。午後には東京か。スカウトされたらどうしよう。スタダとか。Was episode 2 of Jujutsu Kaisen. I thought that was like part of the show, but no, that was the ending credits. I don't think I've seen the ending credits. I just like skipped it. But needless to say, I really enjoyed it. The whole finger thing, collecting it, it's almost like Pokemon, gotta collect them all, but it's like with fingers. It's almost like an Easter egg hunt. It's pretty cool that like he's the vessel. So pretty much the curse or him evil self or whatever you want to call it, I forget the name for it, but the curse itself wants to have all the fingers, so he's naturally going to tell him, hey, this is where this is. So they pretty much, I'm presuming they want him to collect all the fingers, and then they want to exercise him while he has all the power of the curses, I'm presuming, or the curse objects inside of him. I'm presuming. People can correct me in the comment section if that's wrong, but that's what I'm getting from it and everything like that. But yeah, pretty interesting for sure. I really loved the episode and everything like that, guys. Hopefully you guys enjoyed my reaction and everything like that. Next episode, I'm probably going to do 2 episodes for sure. I know today we only did 1, but yeah, next episode, 2 episodes for sure, guys, for y'all. But needless to say, hopefully you guys enjoyed the reaction and everything like that. Pretty late in the night also too. But yeah, if you guys are brand new, subscribe, hit the bell button. If you guys want to see the full links, they're over on Patreon. Sometimes Patreon does get episodes ahead of YouTube and everything like that. So on Patreon, one day I might be like 5 episodes ahead before YouTube. So definitely check out the Patreon, check it out. I have a lot of animes over there and everything like that for y'all. But other than that, hopefully you guys enjoyed it, and I'll see you guys later for the next one. Peace. Bye.